皆さん、こんにちは。いやー、横行してますね。偽物。そしてアマゾンの激安サーボ。そしてね、激安のリポ。いやー、もうね、私がラジコンやり始めた頃は、そういったね、偽物とか、安いどこのメーカーかわからない中国のサーボとか使ってる人は、もうほとんどいなかったんですけれども、今はね、もう石を投げたらね、当たるくらいね、横行してしまっているので、いろんなね、問題危険性がありますので、またね、メーカーにとってもね、偽物が出回る、受信機の偽物が出回るとかね、本当にいい迷惑だし、安全性にも関わるので、今日はちょっとね、その危険性とね、もうやめた方がいいよっていうのをね、訴えたいと思います。でね、そういった、どこのメーカーかわからないような中国製のサーボ、をつけたりとか、偽物の受信機をつけて、それでね、走行会とかサーキットでボディを開けてね、これが私の自慢の車ですよ。これが私のね、手塩にかけたね、自慢の車なんですよって見せることが果たしてできますかっていうね、そういう話ですよね。どこか後ろめたい気持ちとか、ね、偽物の受信機とか、で、後ろめたい気持ちからね、こんなに安かったんですよとか、ね、そういった話になってしまったりとかね、まだ壊れてないですよとか、ちょっとね、やっぱ人前でね、こう、堂々とボディを開けてね、自慢の写真ですよって見せられませんよね。で、一体何が問題なのか、まず危険性、特にね、中国の安いリポ、一流メーカーがすっごい頑張って、安くして、ね、このちゃんとした横物メーカーのリポとか、これだって、売り値5000円くらいですよ。すっごい頑張って安く企業努力で頑張っても売り値が5000円。それでもね、かなりね、安いとは思うんですよ。まあ高い安いは、個人のあれですけれども。で、これをね、2000円くらい、たった2000円くらいけちって3000円くらいのね、同じね、4600mAで 120C もあるとかって、それだってね、どこのメーカーかわからないようなので、本当の表記かどうかわかりませんよ。本当に 4600mAあるのかとか、本当に 120C も出るのかとか、何の信頼性もないですからね。一番怖いのがそういったね、中国のリポ、何の保証もないどこのメーカーかもわからないリポ。例えばね、ラジコンに飽きて1年間ほったらかしといてみてください。めっちゃ膨らみますよ。ほんと脅かしてるわけじゃないけれども。で、その膨らんだリポに何かの衝撃が加わったら火災ですよ。ほんとにね、何の保証もないですからね。そういうメーカーは無責任ですからね。どこのメーカーともわからない中国のメーカーは。何かあっても無責任ですからね。リポを買うのにたった1000円、2000円ケチっただけで家が火災になるとかね、もうバカバカしいじゃないですか。ね、特にね、中国製のリポはね、危険なので、本当にやめてください。もう本当に放置してるとね、みるみる、自分に何の落ち度がなくても膨らんでいきますから。もちろんね、中にはね、大丈夫なのもあるかもしれませんけれども、そういったね、危険性がね、すごくあるということですね。で、そのリポもね、最近なんか収納しやすいとか、100円ショップの何か透明なプラスチックのケースに入れてる人とかもいますけれども、リポは、リポバッグに入れてくださいね。保管するときは。リポバッグに入れるんですよ、リポは。収納がいいからって透明なプラスチックに入れちゃダメですよ。それこそ中国製のリポをそんなのに入れて、ちょっとラジコンに飽きて押し入れにしまってね、1年経ったらすごい膨らんでたなんてことになりかねませんからね。リポバッグにちゃんとね、入れるようにしましょう。それでね、中国のサーボ、安いサーボもね、もちろん危険性があるんですけれども、世の中で一番損する人ってのは、安物買いのゼニウシナイっていうことなんですよ。安物買いのゼニウシナイの人が一番損するんですよ。さあ、そしてね、中国製のサーボ、アマゾンとかで2000円とかで売ってますよね。トルクが40キロとか、こんなにスピードも速いとか、その表記だって本当か嘘かわかりませんからね。信頼の置けない、どこのメーカーかもわからない中国のメーカーですからね。中国とか、あと他の国とかのね、どこの国かもわからないようなメーカーですからね。で、ここのね、ソノランサーキットでも、そのね、サーボのトラブルってすごいあるんですよ。中国製のわけのわからないそのサーボって、めちゃくちゃ熱を持つんですよ。
で、モーターってサーボモーターですよね。モーターって熱を持つと本来の性能を発揮されないので、そもそも嘘か本当かもわからないトルク40キロとかスピードとかもね、当然熱くなったら遅くなりますよね。で、自分が見た限り、そのサーボのスピード、自分動かしてから、やっぱタイムラグあるんですよ、動かして。で、動きもすごい遅かったりするのね。それをね、今サーボって安いですよ。双葉のあの安いサーボ、すごい性能が良くてね、売り値が4500円前後、軽量だったら2500円とか3500円前後でね、すごくいいレスポンスとかパワーっていうねサーボが買えます。ハイテックからも4000円5000円前後でね、いいサーボが出てます。それをね、1000円とか500円とかケチって、ちょっとね安いサーボね、2000円とかそういったねサーボを買って、それでね熱を持ってすぐに壊れたとか、そういったサーボってまた壊れたりするんですよ。半年ぐらい使って壊れたとか、週に1回サーキットで走る人だったらもう半年で壊れたとかよくね聞くんですよ。世の中で一番損する人っていうのは安物買いの銭失いの人ですからね。例えばその3500円の軽量のサーボ買ったら、もうずっと1年も2年も3年も壊れないのに、そのちょっと安いからって2000円のサーボ買って、で、あの2000円だから壊れてもいいやと思って買うんですよ、安いから。で、ちょっとして、あ、もうギアが壊れたとか、壊れるじゃないですか。で、また新しいの2000円買う。もう4000円使ってますからね。だったら1年も2年も3年も4年も壊れない3500円のメタルギアの軽量のサーボを買うとか、その方が絶対に得ですからね。最初の初期投資は少なくて安く済んだと思うかもしれないけれども、本当に1年2年の目で見ていったら、めちゃくちゃ損してますからね。それでそのね、安い中華製のサーボって、メタルギアって歌ってますけれども、中が真鍮のギアだったりするんですよ。で、真鍮のギアっていうのは、硬いプラスチックよりもむしろ弱いですからね。タミヤのこういうラジコンの真鍮のピニオンだって、プラスチックのスパンに負けて、先にピニオンが舐めるぐらいなので、だからそういった意味でもね、あ、メタルギアだって。スピードも速い、パワーもある。2000円だって、Amazon だから2000円以上買ったら送料も無料だって。じゃあ買おうとかってね。それはね、やめた方がね、いいと思います。そして、あとは受信機ですよね。受信機。双葉のね、偽物の受信機ね、ありますよね。それだって1000円、2000円安いぐらいですよね。2000円は安くないから、安くても1000円ぐらいですよ。双葉の一番安い、私がファイアードラゴンとかで、あとね、こういうので使っている、あの受信機、あれって定価が5000円で、チャンプとかスーパーラジコンで売り値3500円ですからね、受信機。それをたった1000円ケチって2500円のをね買って、あの偽物の双葉の、メーカーもいい迷惑ですよ。偽物の双葉の受信機を買って、で何があるかわからない、いつねその操作不能になるかもわからない、そういったねラジコン、またね、そういったラジコンをね、お子さんとか家族連れが、あの、そういった双葉のね、偽物の受信機をつけて走ってたりとかするんですよ。スポーツチューンとかのモーターつけたら、時速40キロ以上出ますからね、ラジコン。重いし。そんなものがね、操作不能になって誰かを怪我させたとか、自分の子供が怪我したとか、そんなことになっていいんですかって。受信機も、ちゃんとした受信機買いましょう。ね。何よりね、そういった受信機をね、買って付けてるってことにちょっと恥ずかしいっていう気持ちもね、今持ってもらいたいです。自分がラジコンやってた初めの頃とか、あの、いませんでしたからね、そういった受信機つけてる人とか。なんかそういった受信機をつけてるとやっぱ恥ずかしいっていう気持ちがどこかにあったんですけど、今はね、ちょっとライト層が増えたのか、全然もう気兼ねなくね、そういった、なんていうの、偽物の受信機とか、中国製のサーボね、あとわけのわからないメーカーの中国のリポとかを持ってきてつけてたり人をよく見るんで、ちょっとね、そういったラジコンはね、こうボディを開けてね、私の車のね、中のメーカーはこんなですよなんて、ちょっとね、ね、堂々と見せたいですよね、自分のメーカーね。でね、やっぱり一番危険なのはね、やっぱそのリポとかはね、もう本当に火災の危険にもなりますし、わけのわからない中国製のリポとかもね、買わないように、本当に危険ですので、火災になったりとかね、本当に下手したらサーキットが火災になるかもしれませんからね、行ってるサーキットが。で、ピットから出火したりとか。それでね、安物買いの銭失いの話ですけれども、あの、100円ショップとかもそうですよ。じゃがいものね、マッシュポテトをね、潰すやつ。あれ一回でグニャってなりますからね。
まあ100円だからしょうがないかとかって思ったりもするじゃないですか。果たしてラジコンのパーツをそういった気持ちで買っていいんですかって。初期不良とかだったらね、Amazon 交換してくれるかもしれませんけれども、自分がね、例えば1ヶ月で2、3回走って、それでね、2回目くらいでね、もう壊れちゃった。もう受信機もなんか応答しない。初期不良じゃないですからね、最初の1、2回は走れて、それで自分が使ってね、壊れたって思われてしまいますので、で、メーカー保証だって中国のどこのメーカーかわからない。もう連絡してもなんか連絡もつかないとか、日本語じゃないとか、そういったメーカーの保証も何もない。ね。私ね、双葉のサーボ使ってますけれども、一回も壊れたことないですよ。もう、YZ4、週に晴れてたら一回、ね、大体走るんですけれども、4年間週に一回、二回か、週に1、2回走って4年間。双葉のサーボ一回も壊れてないですからね。メタルギアのサーボ。慶応のサーボもね、プラスチックのね、ギアのサーボは一回プラスチックが壊れたことありますけれども、メタルギアのサーボも一回も壊れたことないですからね、慶応も、ハイテックも。でも、中華製のサーボは壊れたって本当によく聞くんですよ。で、初期不良じゃないから、2、3回使って壊れても、メーカー保証もよくわからないしね、直してもらえないし、結果損ですからね。そして危険、ね、走行不能になるかも、操作不能になるかもしれない、ね。そしてね、よくね、有名 YouTuber とかが、安い中国製のサーボとか、あとはその、リポバッテリーとかを紹介したりするじゃないですか。これこんなにいいですよ、とか、あんなにいいですよって。あれ、企業案件ですからね、騙されちゃダメですよ。よく紹介してくださいって、企業からね、そういうメールが来て、それで報酬をもらって宣伝するんですからね。私のところにもいっぱい行きます。わけのわからない中国のメーカーから。中国のわけのわからないメーカーのリポバッテリーね、リポバッテリー報酬はいくらですとかってね、このリポバッテリーももちろん差し上げます。だから、YouTube で紹介してください、宣伝してくださいって、ちょっと片言の日本語でね、メールが来ます。あと、そのリポバッテリー以外にもサーボも来ますし、中国のね、そういったなんかおもちゃのラジコンとかもね、Amazon で出品してるんで紹介してくださいとかって、そういったね、企業案件のメールはね、本当にね、私のところにもいっぱい来ます。でも私はね、まあ、めんどくさいってのもあるし、自分がね、おすすめできないものを勧めるのも嫌なんで、自分はもう一切断って、もうメールに返事もしないし、もうしつこく電話もかかってくる時もあるんで、そういう時は断ったりとかしてるんですけれども、本当にね、いいものはね、もちろん勧めたいんですけれども、私ね、自分以外の人の YouTube って見ないんで、だから特にラジコン系ね。ラジコン以外のくだらない YouTuber は見ますけれども、ラジコンの YouTube はね、動画の内容が似たりすると嫌なんで、それでね、人のラジコンのね、YouTube は見ないんですけれども、ほとんどね、ほとんど見ないんですけれども、だから他の人がね、なんて言ってるかわからないんですけれども、まあ、中には本当にね、おすすめでね、説明、紹介してる人もいるかもしれないんですけれども、まあ、なんか、企業案件かなってのもね、一つね、疑ってみるのもね、いいんじゃないかなって思います。さあ、というわけで今回はね、最近横行している、その、ね、中国製アマゾンのね、どこの国かもメーカーかもわからないサーボ、リポバッテリー、ね、そして、偽物の受信機、あね、ちょっとね、やめた方がいいですよっていうね、ちょっとね、もう目をつぶってられないぐらいにね、世の中にね、こう広がってしまっているんで、ここでね、ちょっとね、注意しとかなきゃいけないのかなと思ってね、こういった動画を作りました。皆さんね、本当にね、買わないように、気をつけてください。安物買いの全入者になって、結局ね、損してしまうことになるんじゃないかなって思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。